いつでも安心便利お得。お、ドコンがポスになるんですね。めちゃくちゃ静かだよ。いいね。いいよね。いや、大正解やっぱり。いや、さくらも乗り始めて1年、ちょっと味変したいな。タイヤ変えようかな。タイヤでも販売店までな、見に行くのもめんどくせえしな。どうしよっかな。そうか、この手があったわ。はは、ありますね。西澤のさくらのタイヤをブリヂストンタイヤオンラインストアで買います。さくら EV ですからね、今ついてるタイヤももちろん悪くないんですけれども、それ以上に乗り心地が良くて柔らかくて静かなタイヤ、これにしたいなと。あとグリップも欲しいですよねと思っていたので、このタイヤを買うのにこのサイトっていうのぴったりです。なぜかというとですね、今時すごく不安多いじゃないですか。車のサービスに対して何かこう不正があるんじゃないかってついつい勘ぐってしまうようなことっていうのが残念ながら世の中たくさんある。そんな中で安心ができるブリヂストンの製品とそれをつけてくれる認証のお店、このコンビネーションであなたがお得にタイヤを買えるんだったら、これはもう一番いいチョイスだと思いますよ。じゃあ買ってみましょう。ブリヂストンタイヤオンラインストア、今目の前にあります。これでね、タイヤをいつでも安心便利お得ね、どこでも買えますからね。で、車から探す、タイヤから探す、タイヤブランドから探す、いろいろありますね。マイカー情報を登録する、これはマイカー情報ってなんだ。マイカー情報登録すると、会員登録をすれば自分の車がマイカー情報として登録できるよ。おお、なるほどなるほど。で、ブリヂストンタイヤショップの共通 ID っていうのを作りますということで、今お客様情報を入れてます。石橋太郎になってるね。西澤健です。はい、マイカー情報入れました。で、最後に日産を選んで、車はサクラで、年式が22年からで、グレードが3つあって、で、装着タイヤ、これをですね、165-5515ね、グレード間違えちゃってんな俺。14インチしかないやつを選んじゃったから15インチ自分で入れました。登録するということで、ご利用のサービス今戻ります。で、マイページができました。購入履歴とか保証内容っていうのがここで確認できます。はい、では車を探すで、マイカー情報のところでもうすでに自分の車がサクラが入ってますね、メーカー日産で決定して、で、タイヤを比較できます。チェックした商品の性能特徴が比較できる GR レジェラとアドレナリンとエコピアが出てきましたね。これそれぞれ全然違うタイヤなので、いいところがまた別にあります。レグノでいくと、ドライ性能、ウェット性能、静粛性、ライフ、乗り心地、直進安全性、全部いいじゃん。で、ポテンザでいくと、ドライとウェット性能がすごくいいよと。それからあと、コピアでいくと、ライフが長いよと。まあ、経済性も高いんですよね。で、その下の方にずっとインプレッションムービーとか情報があって、これ分かりやすいな。で、GR レジェンラはですね、やっぱり一番西澤が狙ってるタイヤなんですけれども、軽自動車での静かな車内空間を演出っていうところが特徴として挙げられてますね。それから快適な乗り心地、それから長く使えるということで、情報も一番出ているので、まあこれにしましょう。レグの GR レジェンラ165-5515、日産サクラということで、ちゃんとここですり合わせができてます。4本の価格、これもお得な価格が出てますね。よし。で、パンク保証、これなんだ、タイヤ4本購入時に、保証期間が24ヶ月、パンクしたタイヤが1本でも1回だけ自己負担なしで4本すべて新品にできます。これ入れましょう。で、自分のうちの近くの販売店を選んで、西田はこれがいいな、タイヤ館パドック246、それで、希望の日付と時間、ここまで、で来店の日時を予約する、ここまでできるんですね、簡単。はい、いろいろとここに情報が出てきて、最後注意事項を確認するで、はいで、
OK、 お支払い方法、あなたの車の車両ナンバー入れてくださいよというのも出てきました。でクレジットカードの番号を入れて、で購入内容を最後にもう一回確認して、タイヤ4本で、いろいろオプションまでつけて金額で上記内容に同意する購入決定ということで、僕はサクラのタイヤを GR レジェンラに変えます。お、購入の人豪華プレゼント、なるほど、プレミアムギフト抽選で75名様、応募した人全員に Amazon のチケット3000円、 OK、 これももらっちゃおう。注文番号を入れていろいろと、でご応募ありがとうございましたということで、皆さんぜひともこちらの方、ブリヂストンタイヤオンラインストア、こちらの方をぜひともですね一回見てみてください。すごく安心できるし、最初にも言いましたけれども、とにかく安心と安全、これはすごく大事ですから、ですから、きちんとしたブリヂストンの認証店でそこと付き合いができると、ちょっとタイヤは見てくんないかなとか、ここに石が噛んじゃってんだけどこれ大丈夫とか、空気圧ちょっと測ってもらえますとか、いろんなことで、顔出していいと思うので、ぜひとも付き合いも始められるし、タイヤを買うんであればお得に安心にそして確実に買えるこのサイト、おすすめだと思います。西澤のさくらのインプレッションはこの後ぜひ見てください。45分で済んじゃうタイヤ交換ということで、タイヤを交換するパドック246の方にやってまいりました。予約してあるんで、もうお店の人が出迎えてくれて、よろしくお願いしますって言ったら、もう全て話が通ってました。簡単、レグの、やっぱりなんか高級感あるな。45分で終わっちゃうタイヤ交換、夢にまで見たサクラに GR レジェーラですよ。レグノです。では行きますよ。静かな車がさらに静かになると思うので、あ、お、ドゴンがもう違う、ドゴンがポスンになってね。タイヤ変えた時ほんと至福の喜びだね。新しい靴だもん。おお、すごいよ、すごいね。車はもともと静かな車なんだけど、その静かな車がねさらにね柔らかい感じになって、音が柔らかい。そもそもついてたエコピアもそんなうるさくなかったんだけど、音が柔らかい、なんかこうっていう、こわーっていう音をしてたのが、もーっていう感じになる。音わかるかな、全然違うね、やっぱり。
ハンドルをちょっとスピードが遅い時に切った時もやっぱり全然違うね。止まり方もすごいね、滑らか。最後まで見ていただきありがとうございました。またねー。